やがて準備が整った。大量に並んだ松明が炎を燃え上がらせ、辺りを煌煌と照らし出す。空を覆っていたナイトメアたちが次々に降下しては松明に飛び込んでいった。彰子の道を自ら選ぶその姿を義信と暗鬼が楽しげに笑う。自分の死は全て燃えるべきです。そこへ突如割って入ってきたのは、ふかふかの枕。